こちら、あちらが田王寺駅で、向こうが、御社駅、まあ、線路のすぐそばなんですけども、こちらにも竹やぶあります。で、その奥に、もう完全に、どこから入ったらいいのか分かんない放置された建物があります。これも木造みたいですね。多分あれも撤去できるんじゃないかなと思います。もうこういう風な状態ですからね。まあこういったところに竹がたくさんあって、まあ河川の両サイドですね。この辺だったら北港あたり、神戸市の北区の北港、唐戸台駅かな、そのあたりかな、新鉄六甲か、まあそのあたりにある高校にお任せしたらと思います。で、この辺もね、あの畑として耕せるはずだから、耕作放棄地がもったいないですね。本当に。で、あ、向こうは金属回収地点ですね。とりあえず、枯れ始めてる、あの色が悪くなってる竹とかを片っ端から、回収して、で、かまど発電。向こうの山の方に、まあ山というか丘の方にも結構あの竹が生えてる地点あります。そうですね。まあ田王寺駅から歩いて5分以内のところですね。まあそういったところを利用して、しっかりと、回収して、で、ちょっと神戸電鉄の人と話折り合いつけようとしてみます。